各教材のやる順番、それぞれの参考書の役割、そして大体かかる時間の目安、この3点について話していきたいと思います。まあ、もちろん来る人によってやることは変えてきたりとかするんで、あくまでも一王道プランって話で聞いてください。で、最初やりたいのは大体 これでわかるっていう本ですね。これは何かって言ったら参考書です、参考書ですって言ったらあれだけどそれぞれの単元の概念を教えてくれるもの、まあ、教科書の代わりっていう形ですね。なんで役割としては問題を解いて覚えるってことじゃなくて、いろいろ説明書いてあるものを読んで、2時間数とはどんなものなのかとか、三角比とはどんなものなのかとか、ベクトルとはどんなものなのかみたいな、その概念をしっかり理解するもので、例題はあくまでもやった概念の定着チェックぐらいに思ってほしいです。間違った使い方としては例題を中心に勉強する、これは絶対 NG です。正しい勉強法としては解説読んでなるほどって理解して、なんならそれで例題やってなるほどこう使うのかっていうぐらいの感じでやってほしいっていうのです。で、かかる目安としては数と式で1単元、まあ、1章ってことですね。1章をだいたい 2,3 時間かなって感じですね。どれぐらいの時間っていうのはもう1章ベースで考えてほしくて、なぜかというとこれで数と式勉強しましたって言ったら、こう次のチャート式だったりとかフォーカスボードとかに入ってほしいからってことですね。なんで一冊これブワーってやるよりかは、一章やったら必ず問題演習、一章やって必ず問題演習という風にしてほしいです。これを回すっていうのはちょっと違うってことですか？回すっていうのは違いますし、僕東大の数学それこそ満点とかだったりとかしますけど、それこそ理系とかでも東大数学基本的には100点超えてるみたいな人間でしたけど、そういう僕とかでも一番最後までしっかり使い込んだのはこの本です。それがやっぱ基礎概念っていうのは大事なんです。まあ、ベテランチさんとかも言ってましたよね。できる人ほど基礎を大事にするって、まあ、そういうことですね。その次とか、まあ、並行しながらですね、まあ、大体うちでやってるのはキチャートやってます。まあ、別青チャートでもフォーカスボードでもニューアクションとかでもそれぞれ使ってる人は別そのままでいいですけど、まあ、僕のおすすめとしてはキチャート。ちなみにキチャートの話で少し補強しておくと、今の高校1年生とかのラサールの子たちとかも学校で使ってるのは黄色チャートとかだったりとかするんで、意外と超進学校みたいな子とかでもキチャートを使ってる子たちは多い。役割としては基本的な道具集めって感じなんですよね。実際ここに載ってるものがないと入試問題をやるときに解けないんですよね。入試問題を見てるとき、結局一つの問題とかでもなんか4つ5つぐらいのこうテクニックを使うわけじゃないですかね。その一番基本テクニックを一通り紹介している問題集っていう感じ。これ注意してほしいのは、ゲームで言うとこれって最初のプロローグなんで、これが終わってからようやくちゃんとした受験勉強始まるよって感じですね。これでね、受験勉強のゴールじゃないんで、そこは注意してください。チャートでわからない問題を考えて解いた方がいいですかって質問よく受けるんですけど、数学はもちろん考える勉強だって僕は思うんですけど、ただチャートレベルは考えて分かんないというか、それは知らない可能性が高いんで、それはもうすぐ解説とか見ちゃった方がいいですね。ここは最初の道具集めの段階なんで、まあ、これで分かる終わったらもうそのままチャート式やって、チャート式の使い方自体はまた別の動画でもすでに出してると思うんで、それでもうどんどんパーって一生終わったら一生やる、一生終わったら一生やるってやってほしいです。で、一生にかける目安の時間はだいたい3、4時間ぐらいですね、がだいたい目安の時間。たまに6時間7時間ぐらいかかる子いますけど、それで原因が2個あって、1つは計算力が非常に遅いか、もう1つは抽象概念考えるのに慣れてなくて、キチャートやってることは難しいか。で、後者の場合は一旦白チャート挟んでもいいかなって思いますね。で、僕がなぜ黄色を進めるかっていう理由としては、これ青チャートでやるとだいたい1章が8時間ぐらいかかっちゃうんですよ。黄色でやると 3,4 時間で終わるんで、早く終わるっていうスピードを僕は取ってるって感じですね、イメージとしては。青の方が問題が難しいですか？いや、問題は実はそこまで変わんないですけど、解説は簡単なんですよね、青の方が黄色に比べて。つまりこう簡易的だから行間を読み取ったりしなきゃいけない。そうそうそう、例えばキチャートとかで5行ぐらいで説明してるところが青チャートだったら2行しかないとかあったりとかするんで、例えばほぼ同じ問題とかでも解説全然違うんですよ、白黄色青 で逆に言うと白はもっと詳しいんですよ、ね、最初和石とかの作り方僕よく分かんなくて、キチャート見てもよく分かんなかったんで白見て勉強しました、ね、あ、そうなんですね。そう、そういうこともあるぐらいな感じなんで、僕は黄色進めてるかなって感じですね。あとやっぱ早めに終わらせないと忘れちゃうじゃないですか。僕はあんまりこう何週も何週もチャートするっていうの好きじゃないんで、もうさってやって次のレベルの問題集やって黄色のこと定着させたいんでスピードを取ってるっていう感じですね。で、まあ、ちょっとここの段階がある意味一番大事なんで、ちょっと少し長めに喋ってますけど、一章本当に 3,4 時間ぐらいで終わるんで、本当パパパってやってください。毎日4時間ぐらい数学するぞっていう感じでしっかり受験勉強する人であれば、別に2週間もあればこれ一冊終わるんで、実際終わってるでしょ。
まあそうですね、そう実際みんな終わってるんで、よくあるのが高1高2の時に なんとなく勉強みたいな感じとかで気づいた2年ぐらいやってて定着してません、やばい受験勉強始めなきゃとかなった瞬間にみんな 1,2 週間で終わらせるんで早めにやらないといけないです。でやっぱ早めにやらないと忘れちゃうし、ね、そう基本的には、まあ、文系であればチャートで 1A2B 理系だったら数3までそこまで終わらせてほしいんです。チャートの次ですけど、うちで進めるというのは基本的にはプラチカです。でこれ文系でも理系でも理系のプラチカをうちでは進めてますね。なぜかっていうと実は文系の方がプラチカ難しい、しかも難易度が急に桁違いに上がります。上がるんで基本的には理系のプラチカ使ってほしいです。で役割としてはこれ何かっていうと、半分ぐらいはキチャートで出てきているような問題の復習だったりとかするんで、逆にプラチカをやることによってキチャートで覚えたことをアウトプットして使っていくんで、キチャートが定着していくっていう役割が1個あるのと、あともう一つあるのが、結局ほとんどの総合で特に旧帝大とか国立学部とか受ける子とかの場合だったら、例えば数学が5問出るときにプラチカとか後で紹介するクタエンとか、このあたりから5問中2問ずつぐらい似てる問題が出てますよっていうのがなんだかんだの現実です。なんで逆に言うとプラチカとスタエンさえしっかりできておけば受かる大学たくさんあるよって感じですね。ただチャートとかやっとかないと意味不明なんで先にチャートをやってるって感じですね。あと半分ぐらいは新しく見る問題とかまったりとかするんで、まあ、そこはチャート式と同じように使ってほしいかなって感じですね。そこは逆に次の段階のスタエンとかやることによって定着する問題だっていうふうに思ってほしいです。で目安としてはこれの目安ぶっちゃけ難しいんですよね。これ全部で13章あるんですけど、まあ、1日1章してほしいなって感じですね。1章にかかる時間が3時間ぐらいかなって感じですか。数列とか後半はかかるかもしれないですね。あ、そうそう、ちょっと補足で数列だけ話しておきたいんですけど、数列だけこれルカス数列っていうのが背景にある問題が多いんで、これちゃんとこれこなしたいなって思う人だったらちょっとルカス数列調べてから解き直してもいいかなっていう気はしますね。なんか数列だけやったらここレベル高いんですよだからそういうちょっと勉強する動画揃ってないよっていう人に関してはもう数列だけこれ飛ばしちゃってもいいかなと思いますね。数列だけやったら難しい、難しいって言っても半分ぐらいはそんなに難しくないんで、まあ手がつく問題だけやってなんかやったら難しいの飛ばしてもいいかなっていう感じですね。これは分からない問題は考えた方がいいですか、それともチャートみたいに見ちゃった方がいいですか。あ、一番いいのは解説あるじゃないですか、はい、分かんない問題でまず考えてほしいのが、自分がこれ知ってるはずの問題なのか知らないタイプの新しいタイプの問題かと思ってほしいんですよ。で知ってるはずの問題だなと思ったらそれは 3,4 分ぐらい考えてほしいんですよ。そこですぐ答え見るというかはなんかチャートとかでどの問題とかと同じような問題だけ確認して解けるかなみたいな悪戦苦闘はプラス 4,5 分してもいいかなと思います。答えを見る前にそれでダメだったら答え見て覚え直すとかでもいいですし、新しい問題かなと思った時はこれ僕がよくやってた方法なんですけど、解説を開くじゃないですか、でこう隠すんですよ。で1行ずつスーッとこう見れておー知ってそうなものだ、やばいやばい、ちょっと考えようみたいな風にするか、もうこれは知らないなみたいなチャートみたいにこうあのポイントを整理して覚え直すからですね。これ笑い話に聞こえるかもしれないですけど、僕この間めっちゃ調べてる時に脳科学の研究でこんなやり方はすごく効果があるやられて、あ、そうなんです、まあ、ポイントはすでに自分が知ってるものかそれとも知らないものかを見極めることが大事。そうそうそう、とはいえ見極められないことも多いからこう数千歩は数千歩いいかなと思います。で、まあ、トータル1ヶ月はかけちゃダメ、2週間ぐらいで終わらせてほしいですね。だから長くかかっても1ヶ月ですね。逆にこれはめっちゃ時間かかるよっていう人はキチャートのやり込みがおかしいんじゃないかなってことは思いますね。いや、そう思います。やり込みっていうのは何週やったとかではなく、1問1問解いた時にこの問題は結局数字とか変わっても同じポイント聞かれるんだったら何を押さえとけば解けるのかなっていうポイント整理が怪しいんじゃないかなっていうふうに思います。その次は大学院の数学出版が出しているこの 1A2B はシンスタイン、数3はスタインっていうこの本をやってほしいです。大学への数学シリーズなんでこれ読んでてなんかあまりにも分かんない場合は先に1対1を挟んでもいいかなっていう感じですね。辻中先生は挟んだりとかしたんですよね。僕は正確にはいきなりスタイン行ったんですけど、分からない問題は塾にある1対1を見比べてました。そうっていうことですね。まあでも基本的にはまあスタインかなっていう感じですね。これも基本的にはプラチカと同じです。まあ、C っていうとプラチカよりこっちの方が難しいものが多いかなっていう感じなんで、順番としてはプラチカスタエンの方がスムーズかなっていうところですね。でこれもやっぱプラチカっぽい問題が3割4割ぐらいはあるんで、それは逆にアウトプットすることによって定着させる、残ったやつは新しく覚え直すみたいな感じですね。まあ、覚え直すって言ったら言い方悪いですけど、ちゃんとこう理屈しっかり理解した上で覚えるってことですね。暗記なのか理解なのかっていう二極化するかないですから、ね、もうセットですからね。基本的な簡単なやり方はプラチカと一緒でいいですし、さっきも言いましたけど基本的にはプラチカとスタエンやっとけば5問中4問ぐらいは見たことある問題になるかなっていう感じです。注意点
点としては、例えばチャート式の問題とかでも簡単そうな問題に見えて、実はテーマが深いなみたいな問題めちゃめちゃ多いんですよ。例えば整数の問題とか見てても、あ、これオイラー関数の話だなとか、なんかいろいろ実はあるんですよね。そこまで理解しなきゃいけないのっていう質問とかたまに最近あるんですよ。チャートやってる段階だったら全然知識はまだ、この問題はこういうところがポイントだみたいな感じでいいです。逆にスタエンとかやってると当たり前のように中国常用定理ですって出てきたりするんで、そういうのは1対1とか調べたりとかして知識をつなげていった方がいいかもしれない。あ、そうですね。だからプラチカとかスタエンとかやってる時とかに気になるものがあったら、ちょっと辞書みたいな感じとかでそういう体系的なものが載って、まあ、例えば整数だったらマスターオブ整数だとか、数列だったらこういう本、デストロとかだったらやっぱりね、東京出版がすごくいいんです。東京出版の本とかこういうのを辞書代わりに見とくと、教科書ネクストシリーズがすごくいいんですけど、見るとあ、こういうのが背景なんだってことがよく分かったりとかするんで、そういうのは間に挟みながらプラチカとかスタエンとかやるのは OK かなって思いますね。どれぐらいスタエンは時間かかりますか？スタエンは1日一生やっててほしいですね。実際今の高2とかで数学ハマってて勉強してくれてる子とかも1日一生で終わらせてますし、まあ、かけても2日で一生ですね。であと理系の子だったら注意してほしいのが、 1A2B3 は同時並行でやってほしいですね。同時並行っていうのは別に1日で両方やってもいいですし、月水金は 1A2B、 火木土は数3みたいなやり方でもいいですね。1対1ぐらいがいいですか？その段階だったらまだ1対1でいいかなと思うんですけど、例えば東大京大であれば理系でも 1A2B がメインなんで、哲学会とかでも言われるようなことは 1A2B と数3は2対1ぐらいの割合で勉強しなさいねって言われるんですよ。総合大学とかの医学部とか医科大とかでもそうですけど、医学部受ける子は下手したら6問中4問ぐらい数3出たりとかするんで、 1A2B 対数3を1対2ぐらいの割合でやれって言われるんですよ。だからラサールとか会場だったら1対2でやれみたいなことを言う先生とか多いです。目指す大学によってちょっと変わるんですね。そう、違うんですよね。結局数3って、まあ、一応本当は背景概念とかちゃんとあるんですけど、大学受験に関して言えばもうほぼ社会じゃんみたいな、もう覚えて終わりでしょみたいな性質も結構強いんで、本当にそこは変わってきますね。なんで医学部志望の子だったらやっぱ数3メインにやった方がいいかなっていう感じですね。まだちょっと紹介したい本あるんですけど、スタエンまでで基本的には普通の地方の国立学部とか東大京大じゃない級程だったら一応受かるラインにはいくかなっていう感じなんで、まずここまでがメインだと思ってください。でそれぞれいつまでに終わっとかなきゃいけないかなっていうのがあるんですけど、正直チャートシリーズは高2で終わっとかないと現役合格しようとした時に大変だなって思ってほしいですね。でも実際高3でチャート式とかやってる人とか多いと思うんですよね。まあ、僕もちょっと似た状況っていうかそういう状況だったんで、僕が取った方法は数3だけは1対1でごまかすとかやってましたね。チャートやらずに、チャートやらずに、で、まあ、一浪決まった時にチャートやり直したとかありますけど、とかそういうやり方もありかなと思いますね。チャートとかやらずに1対1やる人はもうごまかし戦法ですねちょっと上目のものから始めてなんとか補う。で1対1の方が量が少なかったりとかするんで、だから本当はちゃんと高2のできれば秋ぐらいまでにはチャート式は定着させておいてほしいっていうところですね。ごまかさないに越したことはないですもんね。越したことないですし、医学部って多漏多いじゃないですか、はいはい、多漏の原因って何か分かります？多漏の原因、そう、結局数学って基礎が1年じゃ終わんないんですよ。でも予備校って基本的に1年プランでやるじゃないですか、はい、だから河合とかでも最初の半年ぐらいが基礎の勉強で、後半半年が演習みたいな感じにやっぱなるんですよね。その時にやっぱり前半の半年で全部終わるわけはないんですよ。だから一応この辺が目に出るかなってところを中心にやりはするんですけど、でも言ってもやっぱり穴がある勉強にはなっちゃうんですよね。でそれで受かればいいんですけど、落ちた場合結局なんか基礎まだ穴だけじゃんっていう状態からやるから同じ感じで始まるんですよ。だからそうループモードに入るんですよね。なるほどな。そう、ちょっと耳が痛い話かもしれないですけど、医学部志望とかでぶっちゃけ数学あんまできてないで、今高3の夏とかで焦ってるみたいな人とかは多浪を防ぐって目的で、その代わり絶対一浪では受かろうみたいな感じとかで、もう現役の間にチャートレベルをしっかり完成させるっていうシフトにしてもいいかなって気はしますけどね。それが多浪を防ぐやり方ですね。ラサールとか一浪して医学部とか行く子は多いんですけど、でも逆に言うと大体みんな一浪で受かるんです。なぜかというと現役数学が完成してて理科が怪しいだけの状態なんで、一浪した時に理科完成させて受かるって感じなんですよね。ループに入っちゃわないんですね。ループに入らないようにするんですよね。それが一番大事かなってところですね。まあ、ただ現役で受かるに越したことないんで、できればこれは高2の秋ぐらいまでにやっておいてほしいかなって感じですね。まあ、東大にしろ医学部とかにしろ参考書学習メインの勉強とかで、まあ、やっぱ現役で受かってる子たちは人によっては高2とかでこれぐらいのところまではやってる人も多いっていうのが現実ってことは知っておいてほしいですね。そうですよね。
あとはもっと高得点取りたいよっていう人は優しい理系数学と医学部攻略の数学っていうやつをおすすめしてますね。優しい理系数学は役割としては数学の俯瞰力をつけるっていうのが一番大きい役割ですかね。結構やっぱりテーマ性が強い問題が多いんで、これをやることによって入試問題とか見た時にどういうテーマが問われてる問題かなってことに気づきやすくなるかなって感じですね。注意しないといけないのが、たまに優しい理系数学のいいところが分かんないとかいう人とか、これは別解がたくさんあることがメリットだとか勘違いしてる人とか多いんですけど、そうじゃなくて、これを勉強するやり方っていうのは、この問題をやらせることによってこの作者は何を学ばせたいのかなっていう観点から解説とか読み込んでしっかり習得してほしいかなっていうところですね。かかる時間の目安は、僕でも唯一1ヶ月以上かかった問題集なんで2ヶ月ぐらいかかるかなって思ってほしいですね。で、医学部攻略の数学もほとんど同じような感じです。これもこれこそ本当テーマ学習っていう感じですね。それぞれのテーマのやつを具体的な問題として教えてくれるっていう感じのやつです。なんか上手にうちの生徒とかで使っていることとかは、スタイルとか勉強している時にこれテーマ何かなみたいな感じでこれを参考にしながらやってることがもう多いですね。上手っすね、それは。 それが多分一番いいやり方だと思いますね。なんかテーマ別に例題が分かれてて体系的になってて分かりやすいですよね。そうそうそう、気をつけなきゃいけないのが、反転とかいう言葉を言われた時に何とかなってると、やっぱりその数学の勉強の仕方として少し怪しい勉強の仕方になっちゃってるんで、ちゃんとテーマとかもしっかり理解した方がいいっすね。反転って楽しいっすよねとか言ってレポート持ってくることが最近いますか？怖僕が考えた新しい反転見てくださいとかこの辺の問題集までやっとくと、こう東大とか医科歯科とかでも満点近く狙えてくるって感じですね。注意点としては、優しい理系数学にしろ医学部攻略の数学にしろ、具体的な問題を通してテーマを伝えてるんで、テーマがこうですよって書き方はダイレクトにはされてないんですよね。そこのテーマについて詳しく知りたいとか、どういう着眼点を持てばいいのかっていう人におすすめなのが、大学院の数学でおなじみの栗田先生が出している、例えば数列の考え方とか不等式とか三角関数とかもあるか、そういうので、こういう着眼点で見ればいいんだなっていうのを読むとすごく分かりやすいと思いますね。まあ、これは読み物だと思ってください、普通の受験生に。であと、これ前書きにちゃんと書いてありますけど、この本は基本的には高2までしか使っちゃいけませんよ、高3でハマるものじゃありませんからねっていうふうに書いてるんで。なんでなんですか？数学を本当に化け物にしたかったら高2でやんなきゃいけないんですよ。結局高3は英語と理科勉強する時間だから、時間ここで取られすぎちゃダメだよってことなんですか？だからこれ本書の利用法で、受験生使いたくて仕上げの人はつまみ食いでお願いしますって書いてますね。対象となる方は高1高2で数学の自信があって、例えばこれ数列だから数列の基礎は一応できたと思っている方で、こう難問に挑戦したい方っていうふうに書いてあるんです、高3で化け物にしようとしてる時点で遅い。そう、一郎最初から目的で高3で化け物になるんだって、それはそれでいいですけどどうしても化け物になりたいから一浪するんだ。そう、まあ、最近いろんな人いますからね。僕めちゃくちゃ応援してますけど、アシラさんみたいに理算生なのに理算受験してますもんね。そういう風なことを考えてる人は別に高3でやってもいいかなって思いますね。まあ、基本的には高1高2でやりましょう。高1高2でやりましょうってことですね。まあ、これから数学を始めていこうとしている方、強くなりたいという方はぜひ参考にしてみてください。ドン。